どうもこんにちは、速化塾の久保です FX を始めて7年投資の世界にまあその足場を築いたかなと思えるわけですけどもどうもね株についてはなかなかね踏み込むことができないでいるんですよ、まあ、ですねここでね私思うんですけどもなんで株って難しそうに思えるのかなそして実は株って非常にね身近で簡単なんですよそれを築けるようにするためにはどうすればいいのかなとかね まあそういったことを込みでこれからは株式についていろいろとね見ていこうかと思うんですよねもう私も FX そして例外的ですけども暗号通貨で資産を築いた身としてですねやっぱ株を避けて通ることはできないかなと少なくとも株のトレードしないまでもねすぐにはしないまでもやっぱ株ってものは割と私たちの身近にあるんだよっていうことが気づけないかなと思いながらこれから1週間ほどね 配信をテーマにしててこうかと思っておりますそして今度ね25日4月の25日なんですけども1週間後ですよねあの株の世界でサラリーマンをしながらもうね7年間私とね FX のキャリアと同じぐらいなんですけども,もう7年間ねあの資産をずっと作り続けているまあそういったね方がいらっしゃいますんで今回ねストーンさんという方からその名前を変えましてね えー、ト,ータストータス松石井ですかトータス松本っていっそ磯内ちゃいましたけどもトータス石井さんというね形で、えー、新しい株の風を吹かしてくださるそうです私も非常に楽しみにしてますのでこの4月25日のね株の対談株の対談というとちょっと硬いんでねちょっとタイトルを設けたいなとうんまあウサギとカメじゃないですけどねあのまああなたの今年の目標 ううさ,さんのようにもう寝ちゃいましたかそれともカメさんのように一歩一歩ゴールに向かって進んでますかみたいなコンセプトでお届けしようかと思います、えー、改めて株に興味のない方も今回のお話を聞いていただくとねあれ割と自分の近道って株にあったのかなって気づけるんじゃないかなと思います、えー、それでは今回は以上でございますそれではお疲れ様です